第11代マールバラ公爵、ジョン・ジョージ・バン・ダービルとヘンリー・スペンサー・チャーチルは、イギリスの貴族、政治家。父が爵位を継承する1934年までは、サンダーランド伯爵、1934年から自身が爵位を継承する1972年までは、ブランドフォード公爵の儀礼称号を使用した。巨匠ブレナム宮殿をバックに立つ。 第11代マールバラ公爵ジョン・スペンサー・チャーチル。1926年4月13日、ブランドフォード公爵ジョン・スペンサー・チャーチル中佐と、その妻アレキサンドラ・メアリー・ヒルダ閣下の長男として誕生した。マールバラ公爵家の直系の孫として、生誕時より、サンダーランド伯爵の儀礼称号を有しており、1934年に、父が、 マールバラ公爵位を継承するとその着難の儀礼称号、ブランドフォード公爵を得た。イートン校を卒業。1972年3月に第11代マールバラ公爵位を継承する。貴族院議員に列し、貴族院改革があった1999年11月11日まで在職した。2004年、サンデータイムズによる不合リストで、 推定財産18億5000万ポンド224位にランクインした。ケネス・ブラナー監督、脚本、主演のハムレットにブレナム宮殿での撮影を許可し、本人も小さな役で亀を出演している。2014年10月16日、ブレナム宮殿で死去した。去年八88歳。直前に TBS 系列の教養系クイズ番組、 北地世界不思議発見の取材を受けており、正教後となる2014年11月22日放送の英国貴族特集会において、野野炭花と対談する様子が放送された。野野は取材時の印象について、とても気さくで、威圧感など全くない、昇進正明正の真摯でしたと語っている。1972年3月10日の父ジョン・スペンサー・チャーチルの死により、 以下の爵位を継承した1、1951年10月19日、マイケル・チャールズ・セント・ジョン・ホーンビーと、ニコレット・ジョアン・ワードの娘である、スイザン・メアリー・ホーンビーと結婚。1961年離婚。3名の子がいる。2、1961年、スタブロス・ジー・リバノスの娘で、アリストテレス・オナシスの元妻、アシナ・オナシスと再婚。1971年離婚。 子はいない。3.1972年5月20日、スウェーデンの貴族で大使のカール・ダグラス伯爵の娘、ロジータと再婚したが、2008年5月15日、離婚。3名の子がいる。4.2008年12月3日、ブレナムのプライベートチャペルで、インドの裕福な海外駐在実業家であるラタン、マタニーの元妻で3人の子がいるリリー・マタニーと結婚。 ありがとうございます。